にちは。コロナのこういう時代ですけれども、楽しくやっていきたいと思いますので、皆さんも、十分注意なさって、どうぞ楽しくご覧いただければと思います。歌も三味線も踊りもみんな別々のグループなんです。今日初めて合わせるグループなんで、踊りが合わない、歌が合わない、三味線が合わないという部分もあるかもしれませんけど、どうぞその点多めに見ていただいて楽しんでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それではですね、早速進めていきたいと思います。最初はですね、岩手の代表的な民謡外山節ですが、踊りの方たちスタンバイよろしくお願いします。はい、ですね、外山節っていうのはですね、なんて雫石の方ですか、あっちの方の歌だと思いますけれど、大変有名な歌であります。今ですね、踊り手さんがですね、はい、出てまいりました。はい、踊り手さんはですね、弥生会の方、そして歌はですね、北上民謡保存会の高橋隆子さんです。はい、それでは外山節です、どうぞ。
北海道のですね、道南とかいろんな県内の方ですね、道南の地名がいろいろ出てきますので、途中で、また間違えたらですね、道に迷ったと思ってもらえればいいかなと思います。はい、よろしいでしょうか。それでは道南くどきです。どうぞ。
あの高い山、あの高じゃないね、あの山だね、あの山高くて身長が見えるっていう歌ですね。あのそれはですね、いつも歌っている、日本民謡協会北上支部の軽石久子さんです。はい、それでよろしいでしょうか。はい、新郎節です、どうぞ。よろしくお願いいたします。今渡されましたのは、これは何だと思いますか。
それではですね、北上川戦闘歌をですね、高橋宏さんが歌います。どうぞ。お出会いの朝にお越しいただきましてありがとうございました。実はですね、桜のデパートの前にアーチを走ってあげてるケーキがあってまして、今日初めて皆さんにこの人に来ています。
金蔵さんの歌がありがとうございますかね、はい、ここからですね、はい、高広さんにちょっと進行していただきますが、はい、皆さんステージの右側にポスターがあるんですけれど、これ紹介です。これをですねちょっとね紹介させてください、はい、今年の10月の2日にですね、こちら桜ホールの中ホールでですね、北上市民謡祭りというのを行いますので、もし民謡が好きな方、踊りの好きな方、ぜひですね、時間が有り余ってすることなくて時間を潰しでも結構です。慌てなさいかけどもな、まず時間がありましたらぜひ見に来てください。そういうことも時々宣伝します。はい、はい、じゃあどうぞよろしくお願いします。はい、今年の10月2日です。前にやっておりますんですがね、コロナの問題で、残念ながら休ませてきましたが、なんとかあちらこちらでね、今年は無用したいということで毎週の違いなさっております。どうぞ皆様手でご伝えながらですね、お越しくださいませればと願っております。はい、続きましてはですね、はい、次はですね、山形県で行きまして万国村の音頭とこういうことですね。いや、妖怪さんの踊りも添えまして、はい、チさんの歌にも寄せまして、はい、歌っています。よろしいでしょうか。はい、では参りましょう。どうぞ。はい、thank you.
ですね、先ほども皆さんにね、おっしゃいましたと、いつもはですね、坂のデパート前 のこう、ね、歩道を、車をね、取りまして、そこで皆さん方にご覧になっているところであります。今年はですね、ここは雨も風も心配することなくてよろしいんでございます。皆さんもまた涼しいところでね、ご覧になりまして、ボルトお客さんがでもいっぱい来ましたね、今日はですね、一日明日もですね、芸能会ということで、皆さんがご来場になるかなと願っているところであります。次はですね、沢口ジックでございますね、川内陽子さんの歌声を乗せましてですね、皆さん方も知っている方もございますでしょうか。知っている方がございますれば一緒にね、お手拍子を崩さんでいただいてもよろしいかと思います。準備よろしいでしょうか。はい、では新潟に沢口ジック参りましょう。どうぞ。
この沢地神宮という歌はですね、岩手県のね、寺だと稲田町がございます。皆さんも知っている方でございますが、そこにね、生まれていた沢地神宮でございます。全国の沢地神宮の方でもね、毎年企画されておられます。はい、続きましてはですね、青森県に行きまして、津軽短篤寺とこういう歌がございます。今日は高橋由子さんの歌へ寄せましですね、皆様にお届けできればと思っております。今日はですね、盛岡の三叉踊りもね、4日間天気が許しでございまして、滞りなく田舎に企画が催しされたようでございます。木坂の芸能公演も本日とですね、お届けでございますが、ぜひ木坂側の方もですね、花火大会を催されておりますが、ただ今年はですね、なんかご覧になる席がお値段がちょっとね、なったようになっておりますが、ぜひお時間を取られます方はご来場いただきまして、ご覧いただければ幸いでございます。よろしいでしょうか。もうちょっとお時間がかかりますかですね。はい、こちらの皆さんはですね、会員の皆さん方はですね、北上市に在住してお仕事しながら、夜ですね、月曜日の方、また火曜日の方、金曜日の方、いろいろとお集まりいただきましてですね、練習を、重ねてやっておられる方の一部の方に、本日ご出演になっているところであります。お取りの方は、弥生さんの方でね、ご協力をご出演になっておられます。はい、今日はよろしいでしょうか。はい、ではお願いしましょう。青森に行きまして、つまり監督市、はい、参りましょう。どうぞ。
しょうかね。自分のね、やっぱりこう習ってるとか歌いなのって考えるのはね、難しいございます。はい、続きましてはですね、軽石作さんには北海ただ移る歌ということでございますが、よろしいでしょうか。はい、会員の皆さんがいっぱいおられますがね、時間とそれから皆さんのご都合でね、今日のご出演願える方は会員の一部の皆さんにご協力して願っているところであります。はい、ああちょっとではですね、直すまでちょっと時間がかかりますが、はい、北上川は皆さん、地元の皆さんでしょうか、そう見ない方もおられますかね。いつもはですね、先ほどもお話ししましたが、桜のデパート前さんの歩道でですね、私どもは南向かいの歩道で、ちょっと建物がありましたの、上で、何ばかりも仕上がらないところに狙ってね、お願いして、出演いただいておるんです。で、夜のお祭りの近くは、皆さんもご存知でございます、全国からですね、お越し、協力していただきまして、今日もあっちの方からですね、沖縄の方からもなんかね、ご出演願って皆さんにお越しくださっている方ですが、山形、秋田、それから虎舞とかもですね、今日も来ているでしょうかですね、やってご協力してよくお願いしているところであります。で、北上もですね、昔は三叉踊りが最初でね、小鳥崎三叉というね、地域の皆さんが踊りが主体でございましたですが、だんだんとこのような形になりましてですね、企画が変わっておりまして、現在の催しの地区になりまして、獅子王子さん、鬼剣梅さんがですね、北上市の岩槻というところに会館がございますがね、展示室がありますが、そこの地元の岩崎鬼剣梅という元祖さんですね、地元の皆さんがいろいろと皆さんにお伝え願いまして、佐々木さんとか鬼姉さんとか、一応あっちのこちらもですね、東京にも、あちらの方にもね、皆さんにね、勉強してこう習ってですね、全国的に皆さんにご指導できる、企画に団体になって、現在の北上市の芸能祭り公演というふうになっているそうでございます。市のね、担当者の方は皆さんにご説明になっているでしょうから、私が特等よしてもございませんけれども、どうぞですね、好きな方はね、皆さんにお声かけしてまして、夜のですね、催し物をねご覧になっていただきまして、皆さんにお伝えできませんか。できましたでしょうか。はい、いや、北海道のね、北海たらつり歌という歌がございます。はい、軽石作さんに念願にお願いしましょうか。はい、では参りましょう、どうぞ。はい、thank you。
それではですね、次本庄お祝いでいきます。時間が押してるということですので、本庄お祝いが終わりましたら最後の花笠音頭に行きますので、よろしくお願いします。紹介しました。
上市美濃祭り10月の2日に行いますが、入場整理券が必要でして、その桜ホール取り扱いと書いてありますが、実は入場整理券がですね、いや昨日やっと出来上がったばかりで、私持ってるんですよ。まだ桜ホールの方にお願いしておりますので、もし今日いらした方で入場整理券欲しいなという方がいましたら、お隣でもありますので、欲しい方は手を挙げてください。私差し上げますので、はい。それではですね、最後の曲です。カナルサウンドです。どうぞ。今一度民謡の方々に拍手をお願いいたします。お疲れ様でございました。